どうも、キスケです。ということで、本日は PVP 回りながらおしゃべりしていこうかなと思ったんですけど、相手のパーティーを見る限り喋ってる余裕がなさそうです。こんにちは、キスケです。まあ、今回喋っていく内容はですね、まあこれまだゲットできないフラグメントなんですけど、新しい覚醒ユニークフラグメントが4枚追加されてます。はい。気づいてる人は気づいてると思うんやけど、これがね、結構面白くて、なかなかにやばいって言ってしまえばなかなかにやばいんじゃないかなっていう。だからそういうフラグメントが4枚追加されてます。それを、この貫突パーティーと戦いながら紹介していこうかなと思うんですが、お、もう一丁行く？うえー、さすがにいいでしょう。くんのかい。くんのかい。ダルメシアンです。遠距離打撃か。まず、どういうフラグメントかっていうと、各キャラクターのタイプによって、装備条件が整えられてるんですよね。今回のフラグメント。だから、援護タイプ、防御タイプ、射撃タイプ、打撃タイプ。この、4種類になります。これがね、なかなか破天荒な能力してるんだよな。また遠距離だけか。じゃあ俺も即圧でお返し。まあ、これはもうちょっとドラゴンボールを回収することに注ぎます。まず援護タイプのね、その試合する前に覚えてきたんやけど、援護タイプのフラグメントが気力回復速度と体力5%アップがスロット1からスロット3まで続いてるっていう。 なかなか破天荒なフラグメントだと思いません？確か気力回復速度15%と体力5%っていうスロットが3つ続いてるんですよ。だからまあ簡単に計算すると、気力回復速度45%と体力15%アップのフラグメントっていう話。ただね、これに関してはあんまり強そうに思えないんですよね。まあ、気力回復速度ってやっぱステコンとかさ、フルフォースブースト使う人からするとかなり、まあ、大事になってくるのかなとは思うんですけど。体力15%もね、うわ、また遠距離。やめておくんな、マジで。いやー、これ外したくねえけど、うまっ。ああ、いや、うまっ、今の。チキったわ。チキって功を成したわ。あんまり強そうに見えないんだよな、正直。で、次、防御タイプのフラグメント。防御タイプのフラグメントは、打撃防御と射撃防御力が15%ずつアップするスロットが3つ続いてるんですよ。面白くね、なんかこういうの。そういうの待ってたよ、みたいな。そういうの待ってたみたいな。こういう面白いフラグメントはもうどんどん追加してほしいなって思うんだよな。打撃キャンできるんや、君。遠距離打撃の達人かなと思っちゃった。違うんですね。だからこれも簡単に計算すると、打撃防御力45%、射撃防御力45%アップの、覚醒ユニークフラグメントっていう、そういう状況ですよ。悪くないよね、ぶっちゃけ。45%、45%上がれば、まあ、個人的には悪くないなって思うんだよな。ただそれだけなんですよ。本当に防御タイプはもう防御寄りの性能してるんでね。これが誇り高きサイヤ人の王子の力だ。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。ちょっとね、キラベジが楽しすぎて、なんかランク勢いよく上げちゃったんやけど、なんかこのランク帯、普通に強くて面白い。今なんかグループランキング2位、で全体のランキング800位ぐらいなんですよ。この序盤に上げすぎてね。それをキープできるとは思ってないですけど、そのランク帯になると、当たる人ゴッド言ってて当たり前みたいな。で、トツ高い人当たり前みたいな感じやから、すげえ楽しいわ。ヒリヒリする対決が。そんな中でも俺はフラグメントを紹介し続ける。はい。
弾かれる。次が射撃タイプと、まあ、打撃タイプのフラグメント、まあ、よく似てるんやけど、まず射撃タイプのフラグメント紹介するんですが、まずスロット1が射撃攻撃 15%、 即発ダメか。でスロット2とスロット3が一緒で、射撃攻撃 15%、 射撃防御力 15% っていう、そういうフラグメント。このね、射撃タイプのフラグメントに関してはマジ強いなって思うんだよな。これちょっとユニークゲージを回収しよう。 OK、 これでいつでもドラゴンボールが、うわマジか、破壊できますよっていう状態ですね。はい、 OK。 結構クイックアタック使ってくるね。バニシングやめて、バニシングやめて、やめてクイックアタックよしラッキーラッキークッキー。2回目か、あ違ったっけな。うまい、ダメか。だからこれも単純計算すると、射撃の攻撃力 45% で射撃の防御力 30% っていう、超強くないこのフラグメント。まあ、援護タイプと防御タイプのそのフラグメントに関しては、まあ、尖りすぎやろうとは思ってるんやけど、 45% 防御力がっつり上げてみたいな。危なっ。この射撃アーツの、射撃アーツじゃねえ、射撃アーツ売ってるから射撃アーツのって言っちゃったけど、射撃タイプの専用ユニークフラグメントに関しては結構ガチで戦えると思う。かなり優秀だと思いますね、ライジング。で次打撃タイプ、打撃タイプも射撃タイプと一緒で、射撃の打撃版なんですけど、スロット1が打撃攻撃 15% で、スロット2とスロット3が打撃攻撃 15%、 打撃防御力 15%。 だから単純計算すると、打撃攻撃力 45% の打撃防御力が 30% アップっていう、なかなかね、うん、面白いフラグメントを追加してくれたなっていう感じかな、個人的には。まあいつゲットできんねんっていう感じだけど、今現状その入手方法とか見てみると、ゲットできない、入手方法ありませんって出るんで。クイックアタックマジ多くね、マジで昔の俺みたい、何でもかんでもクイックアタック強え最強ブラーってなってた時期やん俺が。クイックアタック無敵やんけみたいな。うん、危ない。でもなんか最速取られへんのマジ嬉しいこのフラグメントがまあどうなるかやね、どうなるかほんまに。だ迷ったらまあこれつけときゃいいんじゃねみたいなフラグメントになれば結構ね楽やなっていう感じはするんやけど、厳選が楽やったらいいよねマジで。これは当然メインアビリティで特殊カプチェン無効つけての、うわ落とし金にはマジか射撃一発できるとは思わなかった。これバニシング回復してるんでかなり優秀よ。何をやっとるか、あれおい、3-2-1ゴーシュート、ブイーン、なんだこいつマジで。どっちが回れるか競争しようや。死ねよ切断マジで頼むわ。これ意図的じゃないとは言えないですよね皆さん、さすがに、さすがに無理あるよな。意図的じゃなかった奇跡です。こんな無駄なことで奇跡使ってご愁傷様っていう感じ。ファイナルエクスプロージョンのポーズかっこよすぎ。マジキラベジクソ楽しい、刺さったら超強いし。対戦ありがとうございました。さあマッチングしましたということで、宇宙代表、うわカントツウルトラヒットかっけえかっけえな、やっぱカントツって。これジレン出してくんのかもしかして。あ出してくんねや、へえ、お願いします。まあ、簡単やったらいいよね厳選が。だ簡単やったらさ、こういうフラグメントを初心者に配って
迷ったらこれつけとけばいいよみたいな状況を作ってくれるとさ、結構嬉しくない？あー、なんか後ろ下がれへんな、残念。カバチンは外さないタイプ？外すんかい。狙いすましていく。俺はスナイパー、しっかりと狙いすましていく。はい、ジレン固くね。ジレン固くね。なんか相手のパーティー固くね。17号に関してはあれっすよね、別に突高くないっすよね、一緒ぐらいっすよね。あぶねー、これヒット出てくんのかな。出てこない。そりゃおめえ油断しすぎちゃうか。それとももうあれか、17号で受け切ろうっていう感じ、ユニークゲージ貯めちゃおうっていう感じかな。なんか風の噂に聞いたんやけど、ほんまに風の噂ね、これ別にそのあれよ、鵜呑みにせんといてほしいんやけど、なんか新規歓迎ガシャみたいなが実装されるっぽい。うん、なんかなんていうの、初めてインストールしたぜみたいな、うん、に向けてなんかガシャが追加されるみたいです。これはもうほんまに風の噂ね、風の噂。なんかツイートで回ってきてそれっぽい画像があったんで、それかなと思ったんやけど、やべ、ライジング、これはさすがにね踏ん張りで受けよう。だからまあもう遅すぎやろって俺はトシに言いたいけど、今まで寝とったんかいって言いたいんやけど、まあ、新規のユーザーを引き込もうとしてるっていうわけよね。うん、真逆のことやってるけどね、今現在月1ウルトラ、月1リミテッド、オールスターガシャなし、たまんねえガシャになったよなマジで。よし、しっかり回避読んでいく。いつもの俺やったら早っ帰ってくんの。なんで、これはユニークゲージ、まあでもたまりそうやね、めっちゃ帰ってくるの早いやん。誰の能力これ。よし、ライジング。だ、そういうねなんか手段を用いるっていうのはいい傾向なんじゃないかなって思います。うん、マジで遅いけどね、うん、ほんまに遅い。ウルトラヒットあたりでめちゃくちゃやめたと思うわ俺。フェスティバルでウルトラゴジータっていう、まあ、超強いキャラクターを出して、で またさらに次の月もウルトラかよみたいな感じで泣いてやめた人いるんじゃない、まあ、今回この追加された覚醒ユニフラもできればなんか厳選する必要なく配ってほしいなっていう感じはする。おー、おいしい、これは勝ちかな。あ、オッケー、あざした。またやろうぜ。